こんばんは星空ガイドのカネさんです今日の宇宙のお話は宇宙人についてですアメリカ国防総省が極秘で UFO の調査を行っていたと極秘プロジェクトに関わっていたとする高官が話しましたこの元高官は宇宙人が地球に到達した証拠があると確信しているとアメリカのメディアに語っています 続く2020年4月には、アメリカ国防総省が UFO の動画を公開しました。さて、宇宙人はいるのか、いないのか、大方の科学者の意見は、宇宙人は存在するということらしいです。巷にはたくさんの UFO 目撃団や写真が公開されています。しかし、未だにテレビにもメディアにも宇宙人が出演することはありませんよね。本当に宇宙人はいるのでしょうか。 そして、宇宙人は地球に来ているのでしょうか。来ているとすれば、なぜ会えないのでしょうか。今晩は、あなたが宇宙人に会えない理由3つを紹介します。宇宙人に会えない理由、その1、時間が足りない。知的高等生物がいる星の数を予想する有名なドレイク方程式によれば、天の川銀河だけでも最低10個の星に、そして、宇宙全体では7兆個から20兆個の星に、 知的文明を持つ宇宙人がいいると言われています。しかし宇宙人がいることとそれらの宇宙人に会えるということは別問題です。他の異星人と交流ができるほどまで発達した文明はその後全面核戦争人工的に開発されたウイルスや人工知能 AI の暴走巨大隕石の落下大規模な気候変動などにより その後、そんなに長く続かず大量絶滅を引き起こしまた進化を最初からやり直しますこのようにあるレベルに達するとリセットがかかりそれ以上に知的進化をすることができないこれをグレーートフィルターと呼びます。地球に知的高等生物が誕生するまでに46億年がかかりましたそして人類は20万年かけて文明をここまで進化させてきました それでも、宇宙を探査し地球外に人を送り出すようになってまだ100年も経っていませんそしてこの文明もグレートフィルターによって今後1,000年以内に再びリセットがかかってしまう可能性が高いです人類が異星人とコンタクトを取れる期間は惑星自体の歴史からすればごく限られた短い時間だけですこれは地球に限らず知的高等生物が生まれた星全てに当てはまります コンタクトを取れるチャンスは長い惑星の歴史の中でたった1000年か2000年の間だけです。時間が足りないのです。宇宙の中で誕生進化、自滅を繰り返す。生物まるで点滅する。電球のような星々がお互いが同じ時期に知的高等生物としてコンタクトできる確率は恐ろしく低くなります。宇宙人に会えない理由。その2。嫌われている。 地球動物演説というものがあります過去に地球に調査に来た宇宙人がこんなに過酷で野蛮な生き物は危険だから交流しないと決めて人類と距離を置いて監視しているというのが地球動物演説です1973年ハーバード大学のポール氏が提唱したこの説では地球人は進化した宇宙人から見れば動物園の動物のような観察対象にしか過ぎないという意味です。 我々は動物園でライオンやパンダを飼育していますがはるかに進化した宇宙人からすれば人間もそうした動物たちと大して変わらない知性なのかもしれません特に人類が野蛮で危険な生き物なので高度なテクノロジーを教えると大変なことになると考え避けられている可能性がありますこれは人類とチンパンジーだけが同種類の中で互いに殺し合いをしてしまうという本能を遺伝子レベルで持っているという事実から 来ていますどんなに進化しても争いは絶えず最初は素手や棍棒で殴っていた争いが火薬が発明されると銃や爆弾で一度に数百人を殺すようになりついに原子力を手に入れた人類は気に入らない相手をボタン一つで一度に数十万人数百万人殺せるようになりました。こんな人類に核エネルギーより はるかに強力な反物質エネルギーなどの技術を教えたら地球ごと吹き飛ばしかねないだからコンタクトを控えているというわけですそして監視をしていなければ何をやるかわからない物騒な生き物なので宇宙人たちは距離を置いて常に監視しているそうです地球上で天変地異が起こるとよく UFO を見るのはこのためだという人もいます地球の軌道を変えて宇宙へ出た宇宙飛行士 例えば月に行ったアポロの宇宙飛行士のほとんどは UFO を実際に目撃していると言いますそれはおそらく地球でおとなしくしておらず飛び出してきた人類を監視するためなのかもしれません宇宙人に会えない理由その3実は気がついていない地球上にはその進化の原型が分かっていない生物がたくさんいます 例えば昆虫は大きさこそ小さくなりましたが、基本的な形は何億年も前から変わっていません。そして何から進化してきたかがたどれない生き物なのです。昆虫はこの地球上に生息する他の生き物と比べて、極めて特殊な性質を持っています。体の構造、甲殻類以外の地球の脊椎動物は、背中の周りに骨格を作り、筋肉や内臓を、 内側に保持していますしかし昆虫だけは外側を硬い殻で覆い内臓はその中に収めていますまた目も単眼と複眼の両方を持つものが多く呼吸口が足にある種類も存在します変態昆虫は幼虫が蛹になって孵化するといった変態が見られますがこのような成長過程を遂げる生き物は他に地球上に存在しません異常な繁殖力 昆虫は地球上の他の生物と比べて異常な生命力を持つ種類が多いです。例えばクマムシは絶対零度マイナス -273 度から150度の高温の中でも生きられ、圧力に対しては真空状態から7万5千気圧でも大丈夫です。放射線についても人間の致死量の1000倍以上まで耐えられると言われています。また昆虫の中には、 運動中枢が胸部にあり頭部を切り離してもすぐに死なないものもいますゴキブリは危険を察知すると IQ が340までブーストアップするそうですこのように昆虫は地球上の他の生き物と比べ地球外生命体だと考えてもおかしくないほど奇妙な特徴をたくさん備えていますまた昆虫以外にもタコとイカが宇宙人だという説があります これは、二千十八年に発表された説で、世界で三十人以上の研究者がこの論文を支持しています。近年、タコのゲノム解析が行われた結果、人間を超える三万三千ものタンパク質高度遺伝子を持っていることが分かりました。さらに、彼らは、頭脳を頭部だけでなく、八本の各足、イカの場合は食腕二本を除く八本。これらに独立した頭脳を持っていて、合計九つの。 頭脳を連携しながら各足は独自に考えて動きますまるで分散型ネットワークコンピューターです体への酸素供給は鉄の代わりに銅を使っていたり体の色を自在に変えるだけではなくその質感までも変えることができます究極の光学明細システムを持っているわけです海外ではあまり人気のないタコやイカの刺身ですが 日本人ならタコやイカが他のどの肉とも違う独特の食感があることを知っていると思いますこれら以外にも地球大気圏の上層部には一生を地面まで落ちることなく暮らすまだ未発見の生物がいるとさえ言われていて実は私たちはすでにたくさんのエイリアンたちと共存しているのかもしれませんもしかしたらあなたの隣の人は地球人を装った宇宙から来た監視員なのかもしれませんね さて、今日は宇宙人に会えないわけ3つをご紹介しましたそれではまた別な動画でお会いしましょう星空ガイドかねさんでした